皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは未来の準備を今からしようというお話をしたいと思います。全てのビジネス、まあ、産業もそうなんですけれども、必ず曲線、成長カーブの曲線っていうのがありまして、まあ、こういった導入期、黎明期からですね、まあ、それがこう成長していって成熟期を迎え、そして衰退期を迎えるという、このカーブは絶対にどのお仕事にもあります。私の場合にはですね、もうそのカーブがあることを当然知っているわけなので、そのピークに向かう前ですね、この辺りで次の仕事とか次の投資を繰り返して、この山が落ちるところでまたここを上げる、こういう感じでやっている形でビジネスを運営してきていました。小さい単位で言うと教室の、まあ、メニューアイテムもそれの1個になります。教室授業以外に他の授業をやるっていう手ももちろんあるんですよ。あるんだけれども、例えば教室の中だけでもレッスンが、人気レッスンがこう出てきても絶対どこかで衰退期来るんですよ。だからこの少しどうかなっていう、この時点で次の手を投入するっていうのをやり続けると、まあ、ずっと集客し続けることができたりとかっていうのはしますね。人間って飽きちゃうんですよ飽きっぽい。だから新しいものを日替わりじゃなくていいですよ、日替わりじゃなくていいけれども、新しいものを常に投入し続けてる、リニューアルしている感がある教室の方がやっぱり新鮮な感じがしますので、私の場合にはレッスン半年に一度ぐらい見直しかけてましたかね。ロングランのレッスンは初期から最後までずっと6年間やったレッスンとかもあるんですけども、途中途中コースメニューを変えたりとか、廃盤廃止にしたりとか、あとイベントレッスンとかもちょっと変わった感じのものとかを入れながらやってましたので、飽きが来ちゃうんですよね。だから、飽きが来ないように、このカーブが来るところで次の準備ができなくなる、できるかっていうことです。売れてる時にほど次の準備ができます。なぜならばその時に資金があるからです。だからそれをまた次の準備のためにお金を投資することができるかどうかっていうことが、おそらくなんですけど、潰れないというかずっと続く教室を作り続ける一つの曲線の考え方になるんじゃないかなと思うんですよね。だから例えばその次なる一手っていうものが、もちろん教室の中のレッスンメニューっていうものを変えていくっていうのも考え方の一つですし、授業をもう一個立てちゃうっていうのだって考え方の一個としてあり得ます。私の場合にはパン教室もやってました。だけれども、その他に電子書籍という新しい分野にチャレンジをして、そちらの電子書籍の講師のライセンスを取って電子書籍も教え始めてます。全く一瞬関係なさそうに見えるんですけど、全然そんなことはなくて、私は電子書籍でレシピ本を出してましたし、そのレシピ本によってまた新しい生徒さんも来てましたし、電子書籍の方を教えることによってパンの方で集客がしづらくなるような、例えば夏とか暑いから作りたくないというシーズンを分かっている時に、電子書籍は別に関係なくエアコンの効いた中で作成することができますので、そういったセミナーを展開することもできました。だから落ちる時に違うもので保管するっていうこともできたりとかしていますね。あとは例えば電子書籍セミナーだと、パソコンと Wi-Fi 環境があればどこでも教えることができるので、オーブンがないとパン教室で教えることができないですけど、それがなくて私は全国をかなり動けるようになりました。もちろん北は北海道から南は宮古島までが一応電子書籍を教えた実績のある全国アンリアっていうことになりますので、成長カーブを描いている時に、いつかそれは落ちるんです。だからそれを理解して次の手を打てるか、このあたりの見極めがビジネスには必要なんじゃないのかなと思います。現状ずっと人気コースだけで今動いている方は要注意です。そちらの方はいずれ、落ちる時期が必ず来ます。だからそのレッスンそのものはロングランで続けてもいいんだけれども、ちょっ
とちょっとずつリニューアルしながら見せていくって、そういうやり方がいいかと思いますので、ぜひ今のご自身の状態点検してみてください。それでは。